けたら行くわ、行けたら行くってやつは来ない、今から行くわ、今から行くよ、今から行くってやつは遅い、近くにいるの、近くまで来てんねんけどね、近くにいるの、近くにおんねん、近くにいるってやつはどこへもぬ迷う水もで相撲のパンパンでやるやつ、あれはまあ来ましたけどね。おお、だけどまあ連れてくるだけ来たけど、誰が出はるんですか、ね。いろんな人出んねや。有名ですか。無名やから。そうか身内で集まって楽しむやつやつ。あ、いつものやつですよね。いつものやつ。お金入りまんのかいんねん、千円高いな。むちゃくちゃ高いから。カレー美味しいんですか、ね。全部うまいらしいよカレーは。どの種類もある。知らんけど。知らんけど。知ってるふりして知らない。でも僕は知ってる。奥さんがいつの間にか生理も上がってた。これから子供が欲しいのに。人工授精にしようかな。知らんけど。そのあれですか、主催者の人ってあれですよ、ぬらりひょんみたいな、ぬらりひょんそっくりやな、元祖ぬらりひょん言われとって、塚口で元祖言われとって、今、大丈夫で、今な、大丈夫、今ね、えらいことなってはんねん、今な、もうなんか、何の仕事してるか分からへんけど、みんなに会いたいからな、みんなに会いたいから、こう、集めはったんよ、有名な人で、有名な人は出えへんがな、さっきからすごいな、お前、身内で集まったらダメに、にじしりじし。
ビール2本も飲んでしまったらちょっとあかんねんよ。皆さんご一緒に知ってもやめやこれな。ありがとうございました。ちゃんとやらないのでな、この間ちゃんとやった尼崎のね、そこのレストランみたいなのでお知らんお客さん15人ぐらいで、そうなってきたらテンションが上がってくるんです。私を初見で見る人なんで、それが結構上品な人でね、この手が全く通用せえへんから10分ぐらいです。ところが15分ぐらいってからだんだんハマってきはりますから、夜帰ったらね、15人から友達申請来てましてね、Facebook の全部消去しましたけどね。じゃあ去年ヒットした曲でございます。ポイントカードさん、スーパーライフに行きました。今日は安くなった肉でしゃぶしゃぶさ。残った肉で生肉祭りさ。レジに並んで。金を払うとき、レジのおばさん言いました。ポイントカードお持ちですか？ない。持ってない。パピプペポイントカード。ここ一緒に歌って。ってもらうとこなんですけど、まあ、どっちでもいいですが、任意なんでね、もう社会人、しかも高齢の人ばっかりでしょ、30代の人いてはれへんでしょ、ね、だから、外から見たらね、半分も敬老会見たら、ね、50から60近い、ね、人ばっかりだから、だからその人たちのためにもですね、また今後あなた、あなたたちの幸せの健康を、祈りましてですね、一緒に歌っていただければ、幸いです。レディーゴーゴーイエスパピプペポイントカードパピプペポイントカード持ってる人と持ってない次の日コンビニに牛乳を買いに牛乳だけ買うつもりがブラックサンダーも大人買いしちゃったレジに並んでお金を払うときレジの留学生中国人アルバイトのリンバイトク君が言いましたディポイントがなるかお前ない持ってないパピプペポイントカードパピプペポイントカード持ってる人と持ってない人とThank you.
わせてゆけ。次の日歯医者に行きました。すいた山田のホモの先生、長きしか受付でナースさん言いました。佐藤さん、健康保険証持ちですか？ある。佐藤さん、うちのポイントカード、ポイントカードあるんですか？歯医者、あのね先生も今ポイントカードブームで、去年からうちも作ったんですよ。長年歯科のねからポイントカード、今すぐお作りできますよ。すぐできますけどね、なんか特典あるんですかね？特典はね、あの660ポイントでね、差し歯が 25% オフになるんだ。ビープペンポイントカード、パービープペンポイントカード、持ってるかい？台風でうちの家も結構築50年ですごい被害があったんですけども、瓦も飛んでしまってね、どうしようかなと思って、瓦の職人さんも誰も置いてないんで、ところがですね、あの八尾でしてた私のあの偽物がおるんですよね。開けても歌ってる人おるんですけどね、道を 歌ってもらって歌わせてくださいと、まあ嘆願しに来たらいいよとか言って、それでその人がね、あの瓦屋の社長やったんですよ。で電話したら、師匠すぐ行きますと言って、カーラトラックに積んでね、直してくれてラッキーやったなと思って、で、まあその地震はいいんですけど、今度台風で停電になってしまって、ちょうど9月の中、また暑い時でした、真っ暗になって、それからちょっとパニックになりまして、真っ暗やからどうしようかなって、猫もね、9匹もおるし、猫ガサガサ動いておるしね、湿気がすごい止まってきて、暑くなってきて、で川も家の中をこう飛び回ってるのが、アミドですか、アミドを開けっぱなしだったから川がいっぱい入ってきてね、嫁がめちゃくちゃ機嫌悪くなって、八宝菜でも作るわ言うて、ろうそくの火持ってね、あの台所で八宝菜作り始めようって、でお前はすぐに車動くねんから、すぐ車中台を買いに行くべきやろうと、分かりましたとか言って、それからこうなんていうあのホームセンターがあんねんけどね、そこに買いに行った時に、できた曲です。どれが一番いいんだろう、聞いてください。まあ、ええかも。どれを買うの？アスキンチョフマキラどれにするの？三つ買って帰ったらママに怒られた。イエイイエイ。どれが一番いいのかな？どれが一番畑を耕すの？田舎のじいちゃん悩んでる。どの高温機を凍ったらいいかな。これメーカーが多いんじゃ。久保田一石ヤンマーディーゼル、どれを買うんじゃ。久保田一石ヤンマーディーゼル、3つ買ったらばあさんに怒られてる。